今日から魔王始まりの旅。はい、今日から魔王始まりの旅やっていきたいと思います。前回でね、ギュンギュンたちが助けに来てくれてハッピーっていう感じで、今からちょっと、まあそうね、ヒューブとかの感じで考えると辛いシーンもあるかなっていうとこですね。すごい廊下だな。むやみに置いてある壺とか彫刻とか見るからに高そう。これらの無駄に豪華な無にね、無駄に豪華ってところがいいよね。なんだろう、なんか話は聞こえる。いやーんともあるですな。もしかして理論ですな。どうやら取引相手と話をしているようです。あないたくさん密輸してはさすがにバレてしまいますよ。密輸、何らかの法に接触するものを購入してはですね、こちらが代金になります。いえ、そのお金は本物です。偽札の方はちゃんと別の場所で使っています。最低。確かにビロンに関してそのような噂もありました。どうやら本当だったようですね。まあ、いざとなれば役人に金渡してもみ消せばいいだけのことです。賄賂。そろそろお帰りなさい。もうすぐ別の客人が来る。そいつは面倒なやつですが、何、軽く相手してさっくりポンと追い返してみましょう。もう来てるぜ。ここに来た意味がありますな。このような輩をのさばらしておくわけにはいかない。そうだね。ほんと良くないと思う。ね。失礼しますよ、ビロンさん。これはこれは元気そうで何よりだ、ヒスクライフさん。そちらこそ、ますます商売繁盛なご様子ですな。今の商談もうまくまとまったようで。何のことかさっぱりポンですな。そんな喋り方見た方がいいよね。答えできないことでしょうから構いません。こいつがルイ・ビロンか。ルイ・ビロンって名前いいよな。ねえ。む。陛下お気をつけください。どうしたの？何かが潜んでいる気配がします。おそらく兵を伏せているのかと。そうか。でも確かに、護衛がいないなんて妙だもんね。話がどう進むかわからん。警戒を怠るな。さて、本日は交渉とのことでしたが、一体何でございましょう。さっくりポンとお聞かせください。ポン。ええ、もちろん。こちら回りくどく話す気はありません。ビロンさん、あなたは西地区一帯での商売を即刻改めていただきたい。これはまたはっきりポンとおっしゃいますな。またポン。何やそんなようなことを私が受け入れなければならないのですか。さっぱりポンですよ。変な口癖。ほんとそうだよね。わかる。わからないはずありますまい。違法な労働や暴力行為。倫理にもとる商売。今や西地区の治安は地に落ちている。ヒルドヤード全体の安全のため、中国と共に要求する。即座に事業の形態を改め、これまで犠牲になった者たちへの保証を申し出なさい。さもなくばそなたの犯した悪行の数々は立ちどころに王の耳に入ることでしょう。そうすれば手が後ろに回ることになりますよ。ヒスクライフさんな、かっこいいな。すごい。よ、お代官。はてはて、おっしゃりたいことは分かりましたが、されどそこまでおっしゃるからに私が悪行を行っているという証拠があるのでしょうな。証拠ですか。きっぱりポンと出していただきたいですな。なんだって。いやいやいやい、ルイ・ビロン。何ですかな、この方は。水左衛門殿、黙って聞いてりゃ証拠だのなんだの、おとなしく観念しろよ。ほんとよ。鬱陶しい。でもね、こういう人にね、やっぱこの感情的に言ったら負けるのよね。ってなるんだよね。とぼけんね、大きい声で言ったじゃないか。何か密輸したって。何かと何で、そうなんだよね。見たわけでもないのに何が密輸ですか。決めつけるのよくありませんな。密輸なんかをしたらいけませんよ。という会話をしていただけです。まあまあ、密左衛門殿。彼が見せろと言っているのは確たる証拠。ならばそれを見せてあげようではありませんか。あるの？スクライフさん。何？このお札を見ていただきたい。これはこのお札片面しか印刷されてないよ。まさかこれが偽札？これは我が国、ね、古国、カバルケードの紙幣。
私の部下に探り寄りされたところ、あなたの保有している施設からできたものです。なぜカバルケードの紙幣がこのヒルグラードで、しかも商人の下で製造されているのやら。この話を聞かせていただければ出す気はなかったのですが、その態なら仕方ありますまい。おお、スクライフさん決まったね、かっこいい。さあルイビル、おとなしく観念しろ。核のルイ、おい出番だぞ、出てこい。壁の後ろは隠し扉に、先生まとめてお願いしますってやつ。全員まとめて口封じでやっちまえ。来るぞギュンター、陛下私の後ろへ。ボコボコよ。ねえ、ポンって感じ。ポン。そんなあんた、お知り合いなのですか？ヒューブ。ヒューブ？グリーセラ教ゲーゲンヒューバー。そんななぜこんなところに。ちょっとヒューブだけね、立ち絵がちょっとなんかなんだろうね。なんかちょっと安いんだけど。ふんって言われる、ふんって。まっすぐ俺に向かってくる。これは俺を狙ってる？俺を殺そうとしてる？ああ、させんぞ。グヘンダル。私も。下がれ、ギュンタ。お前はそいつらを守ってやれ。な。え？グヘン一人で戦うの？あらららら。あららら。仕方ないか、でも。ヒューブ聞いてよ。そうだ、ヒューブはニコラの。やめろ、剣をしまえ。敵に先手を取られた。あー、まあでも1ですよ。聞かない気か？ならば覚悟しろ、ゲーゲンヒューバー。1なのね。あ、強い。グエン全部避けられてる。グエン、あ、グエン。ああ、いいんじゃない？うん。全部その小僧が大事なようだな。本気で来い。さもなければ失うぞ。全部と言える口になったものだな。グレタが見てる前でこんなね。ほんと。よくない。子供よ、グレタは。無事なの？当然だ。ヒューブは生きてるんだよな。身内とかだよな。影などしてやる気はない。そんな。じゃあヒューブは？目開けてよ、グレタだよ。ヒューブイケメンなのよね。そこがまたね。やっぱりグレタの探した人ってヒューブだったんだ。ヒューブはお城の中でグレタのたった人の友達だったの。グレタと話してくれたのは地下の牢屋にいたヒューブだった、ヒューブだけ。ヒューブは自分のことを話してくれた。昔とても悪いことをしたんだって。悪いこと？生きているのが申し訳なくなるほどひどいことだったんだって。でも与えられた仕事があったから、どうにかそのことを考えずに生きてこられたんだって。まあ、敵探索のことだな。それにしても。帰ってくればよかったのにも帰ってこれなかったんだよね。用心棒ならば常に命の危険にさらされ、自分より強い敵と戦うこともあります。戦いの中に身を置いて待っていたのでしょう。待っていたって何を？自分を倒せる者が現れるのを。グレタ、魔王を倒すためにスベレラを出たの。神魔国に行って魔王を倒せば、魔王のことを嫌っているスベレラの王様たちも喜ぶから。そうすればグレタもスベレラの子になれるから。そしたらヒューブはグレタと一緒に神魔国まで来てくれて。なるほどね。でもヒューブとはそこで別れたの。ヒューブは自分より強い人を探すんだって言ってた。ユーリ、ヒューブがどんどん冷たくなっていく。息してないよ。ちょっと大変、早く医者を。それじゃ間に合わないよ。お願い、ユーリの力なんとかして。グレタの熱を治した時みたいに。そうか。いやダメだ、ここはやりましょう。うん。どこまでできるかはわからないけど。どうしたの？
グエンダル。あいつに近づくな。え、なんで？箱の罪の重さのみならず、今度は王に剣を向ける始末。そんなものを助ける必要などない。同じことを繰り返すだけだ。でも、ヒューブはニコラの大事な人で、生まれてくる赤ん坊の父親なんだ。そんな人を見捨てろっていうのかよ。その通りだ。そんな、この場でとどめを刺されないだけまだマシと思え。嫌だよ。だってそんなのおかしいだろ。ヒューブはもともとは神魔国の同じチームの仲間じゃないか。ヒューブは俺のチームメイトだ。俺は自分の危険と天秤にかけて仲間を見捨てることなんてしない。ええか、俺はやるよ。グレタ、ヒューブの手を貸して。自分の命を狙った者の治療をするなど能天気な。でもそこがユウちゃんのいいところじゃない。ね、しっかりしろよ。大切な人たちがヒューブを待ってるんだ。治ったらニコラに会おう。グレタと話そう。赤ん坊だって生まれるんだ。頑張って治ってくれ、ヒューブ。ヒューブが息をしたよ。よかったよかったよ。はあ、なんとかなったのかな。詳しい事情は分かりませんが、皆さんも落ち着かれましたか。ヒツクライフさん、すいません、突然こんなことに。それではこちらも大詰めていきましょう。さてビロンさん、もはや打つはないでしょう。用心棒も倒れ、私たちを口止めすることもできない。おとなしく要求を飲んでいただけますね。この人のアップのこれいる？ねえ、いらないよね。私のやっていることがそんなに気に入らないかね。だったら構わんよ。この町から出て行ってやろうじゃないか。こんな田舎臭い観光地一つぐらい痛くも痒くもないわ。このルイビロ、立つ通り後を濁さぬようマスターにしておいてやろう。最低。スクライフさん、窓の外。これは賭博場の周辺が燃えている。火をつけさせたな。あとはどうぞご自由に、教会でも寺院でも建てればよい。ほんとクソ。みんな行くぞ、救助活動手伝わなきゃ。ヒューブは？彼は一度私の元で預かりましょう。安静に寝かせた後、私もそちらへ向かいます。ありがとうヒスクライフさん、頼りになるね。よし、燃えてる。めっちゃ燃えてる。なんだよこれ。兵が危険です。消防士さんは？消防車はどうしたの？一応いるようですが、消し止める力よりも火の勢いの方が強いようです。なんだよそれ。あの子4階の窓のところに。窓を開け飛び降りるつもりか。ダメだよ、高すぎ。4階はきついね。火が背後から迫っていて逃げ場がないだろう。やめるんだ消防士さん。あの子無理です。水も人手も全く足りていません。畜生、こんなこと。背後は火だ。このまま待っていても焼かれてしまう。かといってあの高さでは。水流大噴出。
あ、良い。良いですね。美しい。水の竜が火を消していく。素晴らしい魔術です、陛下。さて、火は消えたようだな。これにて、一件落着。陛下。気絶したか。まったく慌ただしい王だな。それにしても美しい魔術でした。しかし、いつもの陛下の術とは、そこはかとなく違う気も。おおかたそこの娘に良いところでも見せたかったのだろう。かっこよかった。そうね、かっこいいよね、わかる。うん。やっぱグレタとは意見が合うのよね。気がついたか。グエンダル、そうだ、火は全部消えた。お前の魔術でな。そっか、よかった。本当にじゃあどうなることかと。目覚めですね、陛下。ギュンター？大きな火災にはなりかけましたが、被害は警備で済み、死傷者もいなかったようです。穴までしたら、西地区全体を火が覆い尽くしていたことでしょう。陛下の素晴らしい魔術のおかげです。ルービロンはどうなった？あのカバルケードのモットーを、何？王太子の部下が取り押さえ、役人に突き出したそうだ。さすがにことが大きすぎる。役人も金をつかませても追及されることになるだろう。それじゃ安心だね。そうですね。あ、遅いよね。あれ、この声は。陛下無事でしたか？コンラード、それにボルフラム。え？どこを突き歩いてたのさ。それはこっちのセリフだ。ヘナチョコ。そうだったかも。一言もなしに全くどこを突き歩いてたんだ。いや、ちょっと夜道をスタスタと。だからどこへだ、いかがわしいところじゃないだろうな。まさか僕以外の男と。違うっての。ウォルフラム、慎みなさい。陛下は実の使用でお疲れなのですよ。言うんだ、なぜここに。兄上も。手紙を読み心配で追いかけてきたのですよ。まったく陛下をこっそり連れ出しただけでなく見失うなんて。何かあったらどうするつもりだったのですか？すまない、いなくなったことに気づいてすぐに探したんだが、だいたいユーリが何も言わずにフラッと出歩くからいけないんだ。ボルフラム。まあまあギュンタ、確かにボルフラムの言う通り何も言わなかった俺も悪いし、とにかく無事だったんだからさ、そんな気にしないでよ。無事だったって何か危険な目に？いや実はカクカクシカジカで、なんだってアダルベルトか？ゲゲンヒューバー。陛下はゲゲンヒューバーを神木湖に連れ帰ることをご希望されています。アダルベルトの件は落ち着いたように見えますが、なるべく早打ちがいいかと。私は反対だ。検討の余地もない。グエンダル、この地に捨ておけ。生きて神木湖の地を踏ませるな。命があるだけで十分というものだ。ちょっとそれはひどいだろう。何の事情も知らないくせに、そこなんだよな。大切な口を開くな。過去の事情はわからないよ。だから俺にわかる今の事情で考える。そんなことしたらニコラが辛くなる。グレタが泣く。人は悲しい思いをするのがわかっていて、そんなことできるかよ。ヒューバー神木湖に連れて帰る。コンラート。お前はそれでいいのか？陛下のご意志だ。加点しろ。ユンタ、ヒューブってヒスクライフ氏のもとに様子を見に行きましたが、あと数日は絶対安静だそうです。それを過ぎたら無理をさせなければ船に乗せることはできると思います。そっか、それじゃあと何日かこっちゆっくりするかな。陛下もお疲れでしょう。とりあえず宿の方に向かいましょう。ヒューブか。せバタバタしていてすっかり忘れたけど、アダルベルトの言ってたこと、アダルベルトとコンラードとゲーゲンヒューバーの間に何かあったのか教えてくれるだろうか、コナットは。まだ捻挫は治りきってないようだし、温泉に浸かりに行こうかな。え？誰かと行くってことだよね。ギュンギュン。これギュン君、ギュンギュンかな。え？あ、ギュンギュンだった。
緒に温泉行こうぜ。陛下と一緒に温泉ですか？もちろん行きます。ご一緒させてください。めっちゃふんふん言ってる。そんな興奮しちゃって大丈夫かよ。良いね。絶対血出すよね。もしかしたら汁出すよね。ね、絶対出すと思うんだよな。まあでもそれでこそだよね。それでこそなのかな。捻挫の方はいかがなさいました？うん、もうだいぶ良くなったよ。実はあの事件から3日間をヒルドヤードの歓楽郷で過ごし、朝から晩まで暇さえあれば湯に浸かった。最後にはあの際どいビキニパンツにも慣れて、トランクスに違和感を覚えるという危険な状態だ。危険ね、それは。こんなこと恥ずかしくて他人には言えない。そうだギュンタ、背中流してあげるよ。背中もできた。ギュンタ、おいギュンタってば。うわ、鼻血。これ大丈夫？いろいろと。これは大丈夫なスチルですか？際どい次元を通り越してるけど大丈夫かな。まあ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 、体を揺すってみる。おいギュンタ大丈夫かよ。倒れる。うわ。やばすぎ。ギュンターってば、のぼせちゃって。結局コンラッドにここまで運んできてもらったんだぜ。申し訳ありません、陛下。せっかく陛下と裸と裸でお付き合いする機会でしたのに。まったくさ。すみません、陛下。いや、おいおい、泣くなよ。温泉くらい、また来るチャンスあるって。もう戻るの？早くない？ねえ。まあ、しょうがないわね。はい。キューブは？今、寝かせたまま船に乗せました。呼吸は安定していますが、意識はまだ回復していません。昏睡状態です。島国に着いたらギーゼラに任せることにします。そっか、わかった。ギーゼラさんなら安心だね。支度ができたら船の方にいらしてください。ユーリー、ヒューブは大丈夫？島国にはヒューブを恨んでる人がたくさんいるって。誰も自分を許してはくれないってヒューブ言ってたんだ。大丈夫だよ、グレタ。グレタはヒューブについていてあげて。ヒューブが起きた時、グレタがそばにいたら喜ぶと思うんだ。わかった。何かヒューブのしたことは何なのか、それを確かめよう。ちゃんとみんなに聞いて、ミオの口から。恨んでるとか許さないとか、そういう話はその後だ。お疲れ様でした。島国に着きましたよ、陛下。陛下って呼ぶなよ。やっぱ温泉もいいけど、島国が一番落ち着くね。大丈夫だよ、グレタ。ヒューブは血明城に連れて帰って手当てするから。それじゃあ、血明城へ帰ろう。ちょっと待って、僕がいること忘れるな。陛下、血明城まで私とグエンダルがお守り、守りさせていただきます。ちょっとグエン今な、ちょっと今グエンなかなか、ちょっと難しくない？じゃあとりあえず、こっちから帰ろうかな。いつも下から来るもんね。で、神魔国まで着いたら今回は一旦、終わりですかね。イカ。イカ倒せないんだ、一撃で。イカ強。イカ強。よし。まあ、だってこの二人がね、パーティーいるっていう状況も、もう安全だ。そんなにはないだろうからね。じゃこっちから帰ります。はい。え、技使おう。ね。
多分このゲームにおけるさ、一番際どいスチルってさ、そこだよね。やっぱあの温泉だよね、絶対ね。終わらせます。ムン、ふんじゃないからね、ムン。ポイントだよね、ムン。もう安全だ。よし。あ、経験値結構おいしいかも、ここ。もう強くなったのかな、敵。よいしょ。結構遠いのよね。じゃあ、それぞれのちょっとこの弱いやつ使っていこうかな。はい。くらえ。呪い師地の嘆きっていう名前すごくない？またのネーミング。もう安全だ。あと1で意外と高えばレベルが上がりそう。そろそろだと思うんだけどな。あったあった。うわうわって。じゃあせっかくだしグエに決めてもらおうかな。下がってください。はい。防御、これ、防御。おお、ムーン。みんなムーンなんだよね。我々の勝利です。あ、すごい、190結構増えるね。あ、やだ、セリフ飛ばしちゃった、ごめんなさい。最低。はい、ということでですね、キリもいいかなと思うので、今回この辺で一旦終わりたいと思います。次回はあれだよね、ヒューブがとニコラがみたいなね。はい、ということで、ここで終わりたいと思います。バイバイ。